申し上げます。皆さんこんにちは。令和3年度がいよいよスタートいたしまして、私どもも、副市長の金田さんが、退任をされて、新しく杉浦副市長に、変わったと。そして、部長さんたちも、だいぶ変わりましてですね、新体制がいよいよスタートしたということであります。自分で考えて、引き継ぐべきとか引き継いで、そして変えるところは変えていくと、自分たちで考えてどんどん提案をして、失敗を恐れずに部長さんたちにはさまざまな提案をしてもらいたい、そしてそれぞれの部下の皆さんにも、そういう指導をしてほしいと、そんなことをお願いをしました。まあ、総合計画もスタートする年になりますんで、我々もしっかりですね、ふんどしを締めて頑張っていきたいなと思っています。それから明日からいよいよ明日は東京2020の、聖火リレーが市内で57年ぶりに、実施をされることになりました。昨日は水泳の池江璃花子さんが素晴らしい復活で本当に皆さん感動されたんじゃないかなと思いますが、やっぱりスポーツっていうのを持つ力っていうのを改めて感じたなと、そう思ってます。それから本市からもですね、オリンピックには、女子マラソンの鈴木愛子さん、女子バスケットボールの高田真希さんとか、パラリンピックには卓球の八木克義さんなど、この、皆さん方本市ゆかりの選手もですね、これ出場が有力視されているということでありますので、市民の皆さんと一緒に、エールを送りたいなと思っています。それから、市内における新型、コロナ感染拡大状況のについてでありますけれども、3月26日に市内の医療機関でクラスターが発生し、まあ総数でいくと再び感染者が増えてきているということであります。しかしこの当該医療機関ではすでに感染拡大防止対策もしっかりと行っていただいておりますので、このクラスターによる市中への広がりというのはほぼないというふうに考えています。ただ4月は人事異動とかですね、入学とか、さまざまな人が動く季節でありますし、飲食の機会も多くなりますので、ぜひ大人数、そして長時間の会食は、できるだけ控えていただいて、食事中以外はしっかりマスク着用して、今、食事をするということが今、だんだんなってきておりますが、そういった、やり方でありますとか、手洗い、密を避けるといった基本的な感染防止策をぜひ徹底していただくように、また市民の皆さんに改めてご協力をお願いをしたいというふうに思います。以上です。それでは続きまして市からのお知らせに移ります。はじめに豊橋市パートナーシップ制度の開始につきまして市長お願いいたします。はい、お願いします。本市では性別や年齢、そして国籍の違いなどから生じる人々の多様な価値観やライフスタイルを互いに認め合って互いを尊重し合う、差別をしない、そういう心豊かに暮らせる街を目指しております。こういった理念の下で、性差別や性的指向、性自認に関わる不安や悩み、権利侵害を解消するためにLGBT と性的少数者の面接相談を実施するなど、さまざまな取り組みを進めてまいりました。そして、さらなる市民意識の向上と、当事者の方が尊重されて安心して暮らせる街の実現に向けて、一方または双方が性的少数者であるお二人が、人生のパートナーであることを宣誓をして、市がその宣誓書を受領したことを証明するパートナーシップ制度を4月1日より開始いたしましたので、お知らせをしたいと思います。これ全国では、まあ、結構100近くになってきていると思いますが、県内では3番目だというふうに、担当から聞いております。続きまして、電子ヘルメット購入補助金を発行し、着用率の大幅アップを目指してまいります。このことにつきまして、市長お願いいたします。はい、先月の4日の日に、富山市内で自転車に乗った高校生が犠牲となる交通死亡事故が発生いたしました。大変悲しいことであります。これを受けまして、富山市の警察署長さんと連名で、緊急メッセージも発送させていただきました。市民の皆さんをはじめ、
関係機関事業者に、くれぐれも注意をしてほしいということをお願いをしたところであります。本市としては平成28年から、ヘルメットの購入補助金でありますとか31年には、条例なども施行をしております。尊い命が、失われない犠牲とならないように本当に補助制度を拡充をして利用促進をしてですね、自転車に乗るときにはヘルメットを着用するのが当たり前の街にしていきたいなと、そういうことであります。そして町中図書館、町中広場ロゴマークの発表と町中図書館情報誌ミフリガーレボリューム6の発表、そして町中広場を育てよう広場ニュースによる開催の発信につきまして順番に説明をしてもらいます。市長よろしくお願いいたします。はい。ご存知のように駅前大通り2丁目で整備が進んでおります。町中図書館町中広場について新たにロゴマークができましたので利用したいと思います。これが町中図書館、そしてこれが町中広場ということであります。11月下旬オープン予定の、町中図書館では今までのように図書本を借りたり読んだりするだけじゃなくて人との交流によって生み出される知識とか情報とか体験、そんなものを共有発信する知と交流の創造拠点を目指しております。そして同じく秋にオープン予定の町中広場、こちらですね、町中広場では、様々なに使える多目的空間とそれから緑の空間とを備えておりまして、そこでも多くの人が集って共有をしてもらう、交流をしてもらう、そういう空間を目指しております。今回のこのロゴマークにつきましてはホームページとか、パンフレットとかそれからイベントのチラシとか誘導サインとかにいろいろ使うために、素晴らしい、このマークロゴマークができたなというふうに思います。続きまして、皆さんお手元にあとね、これ毎年に1回、発行してきたということでビブリガーデン、2021年11月オープンということで、これは完成をしました。これ町中図書館の整備に向けた動きを発信をするということで周知を図るということ、それからもう新しい図書館に興味を持ってもらいたいなということで、発行してきたということです。町中図書館の開館前から、目指すサービスを試行的に行ったシンポジウムとかワークショップなどのプレ事業の様子とかですね、こだわり のものを掲載をして、中も今年の中もいろんなことがかなりたくさん出てますので、ぜひご覧をいただきたいなと思います。ロゴマークを決まったよということとか、それから、図書館こんなふうになるといいねというようなことを期待も込めてですね、特集をしております。続きまして広場ミーティングの開催につきまして市長お願いいたします。はい。先ほどから、今年の秋にオープンだということでお話をしておりますが、町中広場でありますけれども、日常的にはベンチに腰掛けて本読んだりお弁当食べてもらったりコーヒー飲んだりどなたでも自由に利用することができるわけであります。そして多目的空間については使用承認を受けることで専用して利用することができるというふうになっています。キッチンカーを入れて飲食物を販売をするとかですね、それからステージイベントを客席を設けて行うと、多くの方にご利用いただきたいというふうに考えています。そこでこの広場ミーティングですけれども、これは広場のオープンの前に、いろんな利活用に関する意見交換などを行うミーティングをやって、そして市民の皆さんに、こういう使い方ができるといいねとかですね、みんなどんどんこの夢を膨らませてもらって、オープンまでにこの広場の使い方についてみんなを巻き込んで、盛り上げていきたい、そんな意図で広場ミーティングを行うということです。続きまして総務省の市長お願いいたします。はい。ゴールデンウィークもあと1ヶ月ということで、1ヶ月もないですね、始まりは4月からなんで、長い方で11日連休になるんじゃないかというふうに思いますが、ただ新型コロナウイルスの、影響で、遠出なんかは難しい状況だろうと思います。で、これコロナの状況が今第4波ということも話が出てきてますので、
どうなってくるか、これ推移をしっかり見なきゃいかんというふうに思いますし、国や県の方針に基づいて適切な対策をしていかなきゃいかんというふうに思いますけれども、このゴールデンウィーク、皆さんが近場で少しでも元気をお届けできるように、市内でゴールデンウィークイベントを企画をしております。はい、昨年度の2月から、総合動植物公園ノーマルパークでは、医療従事者の皆さんへ感謝とエールを届ける取り組みとして和心プロジェクトを進めてきております。これまでノーマルパークに来園いただいた皆さんとか、それから市内外の企業団体の皆さんのご協力いただいて、ヒノキの花作りとかですね、プロジェクトの PR イベントを開催をしてまいりました。そして、この度、皆さんたちに作っていただいたヒノキの花1000個をオブジェにして豊橋市民病院にお届けをするということであります。それではですね、以上をもちまして4月の市長定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。